地獄の軍団、もうすぐヒーローストラック出るということで、ワクワクを思い出すためになんかイルカ星人イルカ星人イルカ星人からのなんかワクワクを思い出すためにちょっとやってみよう。お願いします。あ、プロキシなんですけどね。はい、はい、じゃあ今判明分だけですけど、じゃんけんポン。はい、じゃあ俺高校で、じゃあ僕先行。はい、じゃあブリキンでしょうか。はい、どうぞ。ブリキンギョ効果で、レベル4のモンスターを1体特殊ができるので、エアマンですかね。はい、理想的です。理想的に、ね、エアーマンを王冠で僕は手札に持ってくるのが、シャドウミストかな。お、新しいカードだ。新しいカードですね。まだ出てないですね。お、はい、じゃあシャドウミスト手札に変えましょう。はい、じゃあエクシーズ召喚します。お、みたいなモンスターでオーバーレイなんちゃらを構築。じゃあチェーンで、お、チェーン効果使います。どうぞ。エアーマン墓地送ってシャドウミスト墓地送りです。効果は、効果が、このシャドウミストはまあ2つ効果あるんだけど、1対2回しか使えないのね。はい、で、この効果が墓地に送られた時に発動できますよ。こいつ効果が1つはね、シャドウミスト以外のヒーローモンスター1体を手札に変えますよ。おう、じゃあ手札に変えますね。バランサーね、押すかな。強い。じゃあカードを1枚セット、2枚かな、2枚セットしてないの。じゃあ俺のターン、どう。はい、どうぞ。手札のサイバードラゴンを特殊召喚します。はい、 OK。 もう敵のモンスターがいるといきなり出して特殊召喚できるね。はい、懐かしいね。はい、懐かしい。じゃあこのまんまバトル入ろっかな。はい、サイバードラゴンのチェーンにアタック。ダックアタック陣ね。おう、マスクチェンジセカンド。おう、新しいカード。新しいカードね。マスク、こいつ1枚一旦に1回しか使えませんよ。手札を1枚捨てて自分フィールド上の表側表示のモンスター1体を対象として発動できますよ。じゃあ手札1枚するね。さっき入れたミストね。はい、チェーンを選択するよ。そのモンスターを墓地に送り、そのモンスターよりレベルが高くて同じ属性のマスクヒーローモンスター1体を特殊召喚するよ。対象これヒーローじゃなくていいの？はい。え、ちょっと強い。で、レベル0なんですよ、これ。何でも呼べる。何でも呼べちゃう。ただ炎じゃないですか。炎のマスクヒーローなんていたかな。うわ、だからで、シャドウミスト墓地送られましたね。またかい。今度はまあ、オーシャンっていうとこかな。おぉ。はい、ちなみにこのマスクヒーロー、ゴーカさん、昔から言って使われてないんですけど、墓地の、ヒーローの数だけパワーが上がります。3体いるんで300分で上がります。いくつ今 ?2500 っすね。強い。突破できない。やべえ。じゃあ、1枚、2枚、3枚、4枚セットして、ターンエンドです。何デッキなんだろうな。じゃあドローします。はい、ドロー。アナザーネオス中召喚したいな。お、どうぞ。バトルフェーズ入りたいな。はい、豪華でやってるでしょ。豪華パンチ。じゃあその時にアーティファクトの神知を発動したいです。じゃあデッキから呼んでくるのはモラルタを特殊召喚したいな。はい、どうぞ。じゃあモラルタ特殊召喚時の効果で、豪華を破壊したいです。豪華を破壊したい。よし、1枚伏せてターンエンドかな。じゃああと1枚ドロー。じゃあこのまんまバトルフェーズ入ろうかな。はい、どうぞ。アーティファクトモラルタでアナザーニオスにアタック。アタック G ですかね。おお、超よく。ゲッシャドウミスト捨てないな。はいはい。じゃあ、大将がネオスとあもらったね。フルーツ4を感じられるのもおなじみだよね。おなじみ、おなじみシャイネンさんね。ゲッ、何かね。でシャドウミスト効果。またか。この効果で、アラザーネオスさんですかね。上。そうと、突破できないから、いや、仕方がない。インスタントフュージョンを発動したいです。はい、ライフ戦で。はい。で、払え。融合モンスター、ギルディアを融合召喚したいです。枠ちっちゃい。ちっちゃいな、本当に。はい、どうぞ。じゃあ、2体のモンスターでオーバーレイなんちゃらを構築。はい。シーズ召喚。はい。レクリッドプレアです。じゃあ、プレアデスの効果を発動して、シャイニングを戻したいです。チェンジしたいです。おう。フォームチェンジ。また新しいカード。新カードね。ほい。自分フィールド上のヒーローと名の付いてる融合モンスター1体を、対象として発動できるよ。はい。で、そのモンスターをエクストラデッキに戻し。戻るの？そのモンスターの元々のレベルと同じレベルでカード名の異なるマスクヒーローモンスター1体を特殊召喚するよ。ほい。じゃあ、2、4、6、8枚、8レベルですね。8レベル。ちょっとバックウザいんだよ。ギャーン、走った。じ
じゃあバック終わり、こいつ特殊召喚時にバックを全部割りますよ。はい、じゃあバックまでやります。やります。セプリアルス効果は不活になります。縮小ターンエンド、ターンエンド。じゃあプリターン取ろうかな。スタンバイフェーズいいですか。はい、どうぞ。じゃあプレアリスの効果で足と手札に戻します。じゃあチェンジしたいっす。はい、ホームチェンジ。えまたそれをエクストラデッキに戻す。ダイアン、おお、また違うヒーローが。バトル入りたいっす。はい、ダイアンパンチ。そうか、嫉妬効果で攻撃力下がってんのか。300下がってんね。2200だから、600貫通過。いえ、ダイアンの隠された能力。おお、相手を破壊、相手のモンスターを、このカードが相手のモンスターを破壊したときに、破壊して墓地を送ったとき、デッキからレベル4以下のヒーローと名前ついてる、モンスター一体特殊召喚しますよ。アナザーネオスかな、打点高いし。やべえ。じゃあアナザーネオスパンチ。ライフで受ける。じゃあ1900受けてね。残りが、4500かな。ターンエンドですかね。じゃあ俺のターン、ドロー。はい。カードを1枚セットして、カードカーディーを召喚します。はい、どうぞ。カーディーをリリースして、デッキから2枚ドローします。はい。ターンエンド。どこちゃんだ、どう、結構有利やん。これか。バトル入りたいっす。おい。何モンスターがいいかな。アナザーネオスパンチ。じゃあ、アーティファクトの神知を発動します。はい、どうぞ。デッキから特殊召喚してくるのは、アーティファクトモラルタ。モラルタ。モラルタの効果で、ダイアンを破壊します。じゃあ、破壊にされました。で、打点突破できないんで巻き戻って、メインツーいきます。はい、なんでもいいんだけど、あなたはね、通常召喚したいです。どうぞ。エクシーズしたいな。おう、あ、この辺かな。うわ、めんどくさい。じゃあ、吸収したいです。どうぞ。光とは戦いたくないんだよね。食われた。何度ですかね。じゃあ俺のターン、ドロー。あー、これ来てもな。モンスターいないんで、はい、ソーラーウィンドジャマーを特殊召喚したら、はい、ホールリゾネーターを発動します。はい。手札に持ってくるのは、ダークリゾネーター。こいつをそのまんま召喚します。はい。じゃあ、シンクロ召喚。魔王竜ベールゼ。じゃあ、バトルフェーズ。ベールゼでアークナイトを攻撃。じゃあ、効果で一回破壊無効にします。あ、あげる。いただきます。はい。で、900かな。900ダメージ。で、受けます。残りが7100。全然ライフ減ってない。じゃあメイン2カードを1枚セットしてターンエンド。じゃあドローします。あ、これいけるぞ。いけるで。え、マジで。いけるで。これミラクルフィールドしたいな。あ、どうぞどうぞ。あ、まあでもここでアブソルートとか出てきてもこいつ効果じゃ破壊されないし。これがじゃあ、チェーンはない。ないない。じゃあ、僕は豪華とダイヤを融合したいな。おお、除外して融合したいな。マスクヒーロー2体。2体を、除外して融合しますよ。で、僕を召喚するのが、コントラストヒーローカオスですかね。あれ、なんか新しいやつ。でも、そいつ、いいヒーローじゃねえじゃん。確か。そうね、ミラクルフュージョンはいいヒーローしか出せないよっていう効果ね、うん。でもね、この人ね、まあ、融合するとりあえず、マスクヒーロー2体って書いてあるんだけど、はい、この人ね、いいヒーローとしても扱うんだよね。え、嘘。ルール上ね。マジでか。だから、墓地でも、エクストラ的には多分いいヒーローですからね。出てから多分最低変わるかもわかんないけど。おビヨンド・ザ・ホープが確かそういう最低だから。あマジでか。そうそう。なんで、カオス出ます。攻撃力は ?3000 です。まあでもこいつ戦闘破壊もされねえし。じゃあ、カオスの隠された能力を使いたいです。おうおう。板に1回だけフィールドの表側表示のカード1体対象にしますよ。はいはい。で、発動しますよ。じゃあ、ベールゼね。おそのカードの効果をターン終了時まで無効にします。え、この効果は相手ターンでも発動できるよ。嘘。なんかチェーンはナイスナイス。じゃあバトル入りたいな。まあ同士打ちだし。え、なんかあんの。おお、なんかまた新しいの来た。オネストって書いてある。嘘。マジ。いやー、3000でかい。あれ、まだ残ってる。1500残ってる。バチ。ああ、死んだ。ライフで受ける。うっそ、これ強いな。強いぞ。で、まあ、これ以外にもまだ風のマスクヒーローとかも出る、光のマスクヒーローとかも出るらしいから、もっと多分強くなんだけど、マジで。あの
特にね、この、まあ僕の構築の場合この2枚入れたけど、どっちかちょっと多分この2枚別々に入れた方が強いかもしれない。に、フォームチェンジはね、これと組み合わせれるんだよね。アブソロゼロだ、既存のヒーロー。だいたい8なんですよ、この辺が。あ、ほんとだ。8いっぱい。だいたい8なんですよ。まあガイア違うけど。だいたい8なんですよ。なんで、こっからアシッドだったり、ダイアンだったりっていうのになれる。で、あと全員ヒーローだから、全員マスクチェンジに対応していく。こっちが、要は、何でもいいからモンスターを一体対象にして、そいつよりもレベルが高いマスクヒーローを出すよってことかね。だから、エクシーズとか、こういうハルベルトとかさ、ヒーローとはベコなんだけど強いなとか、これとヒーロー組ませたら強いなっていうのがいるじゃない。そうね。うん、これらと組み合わせるのがこれ。こういうの。ここから要はアークナイト素材使いましたよ。で、要は破壊耐性しか残ってませんよ。アークナイトを、マスクチェンジセカンドで、アシッドとかに変換して、相手の場をぶっ破したりとかできるようになるわけですよ。まあ、強い、立ち悪い。そうそう。ただ、もうハルベルトとかもさ、いいじゃん。そうね。ちょっとで、こっから何がしたいかっていうと、今いないわ。エクスカリバーってのがいるんですよ。ああ、はい、はい。4000盾になる。で、あれが、例えば、殴った。で、殴り終わった後、ただ4000で突っ立ってただけの、まあ、そう。壁になるじゃん。壁になるね。なんのが、こっから、マスクチェンジセカンド打つと、今度出る、光属性のマスクヒーローに効果っていうのがいいのね。ほいほい。それに変換できるんですよ。わ相手何で、どんな効果持ってるか分かんないけど、少なくとも打点は高いはずだから。そうだね。で、特にヒーローだから、あとどんどんヒーローが出てくるから、ガンガン。墓地に、墓地が超えてくるんだね。あと、アブソルそれだと出しやすくなるのね。ああ、そうか、そうか。あと、ヒーローコアっていうのが今度出るけど、それもちょっと多分縛りが緩いヒーローだと思うんですよ。あ、まだ。そう、発表されてないんだけど。発表されてない。うん、ストラグニと組み合わせて使ってね、みたいなデザインだったから。ああ。多分ヒーロー足すヒーローみたいなとか、ちょっと緩い感じのやつだと思うんですよ。なんで、結構使いやすいんじゃない？特にこれが結構強い。これが強い。これとこれがとにかく強い。今回使ってないけど、これの効果が、モンスターソーに伝ってると、相手がサーチしたりとかして、例えば手札に何かしらのカードを加えましたよ。はい、ったら、ハンドレスしてください。お一応手札捨ててねっていう。強い。で、二つ目の効果が、モンスターソーに伝ってる限り、相手の、墓地に行くカードは全部除外しますよ。あれアーティファクト、アーティファクト知ってる。とか、シャドールっていう今、流行りのカードは大体死ぬ。はいはい、あと、オネストに対して強くなれるから。ヒーロー今まで戦闘しなきゃいけなかったんだけど、どうしてもオネストにすごい弱かったのね。に対して、オネスト結局墓地に行かないといけないじゃない。打って墓地に行かなきゃいけないんだけど、はいはい、これがいると墓地に行けないから、伊達上げれないんですよね。わ、強い。やっぱ安心して光属性を殴り殺せるんで。まあ、やべえ。でも強いと。本当にヒーローすごい強くなったね、これで。まあ、結構ちょっといろんな構築出せるんじゃないかなっていうので、期待できますよっていう。すごいね、新しいやつ。まあ、あと、神風とかの効果も多分、そこそこ強いとは思うんで、うん、ワンチャン、どうでしょうか。よろしければ、評価やチャンネル登録をお願いします。Twitter やブログで更新情報をお知らせしていますので、そちらもお願いします。